お疲れ様です。KT です。今日は7月28日、はい、待ちに待った阪神タイガースの直接対決、第一ラウンドを迎えようとしております。現在時刻は17時31分を、えー、回ったところでございまして、甲子園は、えー、スタメン発表早、はいですね。マツダスタジアムはいつも17時35分を回ったぐらいかなの発表となりますけども、甲子園の方はすでに、えー、スタメンの発表の方行われております。はい、広島カープ11連勝、そして首位をがっちり固めるために、えー、今日は大切な試合 試合となっておりますはいでスタメンの方ですね1番小園選手、野間選手、秋山選手、えー、と始まりました4番に松山選手ファーストで入っておりますはいで前回オールスター前かな守備浜スタでもね気合の入ったランニングキャッチ配送からのランニングキャッチなんかね最近守備でも頑張っておりますので今日もねスタメンでしっかり打ちまくってほしいなという風に思いますはいで今日は野村投手がねピッチャーということもあり相手のピッチャー村上投手、右投手ということもありますのでキャッチャーの方が5番 に坂倉選手入っておりますで6番にセカンド、上本選手ということで7番にサード、田中選手8番にレフト、大森選手という並びになっておりますけどねまあ1人ぐらいね堂林選手、それから末金選手デビッドソン選手あたりも、ね、入って いってもいいのかなというふうには思ったんですけども、えー、ちょっとね小柄な選手3人が続くということで今日もつなぎの野球に徹するという荒井監督の意思表示だと思いますで菊地選手と、ね、ディビットソン選手はちょっと状態の方心配ですねまあ、右ピッチャーだからということでまあ、サードに関してはねディビットソン選手に関してはまああの右ピッチャーということで田中選手が入っているのかなというふうに思いますけども菊地選手後半戦入ってねちょっと顔の方見れておりませんのでちょっと心配ですけど でもまあ、抹消していないということなのでね、えー、ぼちぼち復帰してきてもいいかなという感じはしますけども、まあ、あの新井監督の、えー、ここ最近の采、ね、配でいきますと、上本選手、えー、ちょっとミスが多かったということもありますので、やり返すまではスタメンで使うんじゃないかというような、ね、雰囲気もありますので、ね、上本選手、ぜひ1回、ね、やり返して気持ちよく、ね、休養日もらった方がいいのかなということなので、今日ぜひ、ね、しっかり活躍して、まあ、ヒーローとまでは行、ね、かなくても、えー、しっかりいいプレーを見せて、いいバッティング 見せて休業日に入った方がいいかなかということなんでね上本選手も頑張ってほしいなという風に思いますはいということですね繰り返しになりますけども首位固めに向けて大切な一戦となりますのでね今日も気合入れていきたいと思いますはいということでまた試合終わったら試合まとめの動画出しますんで夜の動画もよろしくお願いしますということで今日は試合前トークここで終わりたいと思いますはいということで阪神タイガース3連戦初戦ですね本日もやっちょろや